はい、どうも皆様、こんにちは。スナイキャペでございます。はい、今回は、最後ではないんですけど、継ぐの日第3話、一応このシリーズの本編的なのではラストの章っていうかは、はい、の第3話をね、やっていきたいと思います。で、なんかね、もうね、つけた瞬間迫力が違うんですよ。何かと言いますと、まずね、 BGM が何もかかってないっていうね、それが一番怖かった。では早速やっていきたいと思います。で、ちょっと操作方法が増えるのと、このね、第3話結構長いらしいので、第2回ぐらいに分けて、いや3回になるかもしれないけど、やっていきたいと思います。はい、相変わらずのこのね、嫌いな音が流れております。あ、で、ちなみにこれ R15 なので、まあ一応15歳以下の方はね、あまり見ない方がよろしいのではないかなと思いますが、まあ勇気のある方はぜひ見ていってください。なんか第3は結構なんか広くわかんない、この感じが。まあいいや、やっていこう。エピソード1、エピソードとかあるんだ、これ。結構第3話だけしっかりしてますね。いやー、怖そう。まあもちろん部屋暗くしてね、やってるんで、部屋暗くして大画面じゃなくて顔面に近づけてやってるんでね。で、なんかなんか雨降りそう。めっちゃこの今おじさんだけでビビったんだけど、マジ声がする。今のおじさん何気に怖かった。誰だ、つぐみ、おかえり。なんか 上見れますねみんなのっぺらぼう、マジ怖え。これ、お母さん買い物に行ってくるから、いってらっしゃい。家事お疲れ様です。まっすぐ帰るのよ。はーいまさかの会ってたっていう。お母さん気をつけてね。このお母さん死にそうな顔してるし、この作画がその死にそうな顔になってるのかもしれないけど、夜ご飯なんだろう。早く宿題済ませちゃおうっと。いい子ですね。今回ガチじゃん、なんか顔ガチなんだけど。何げ、あ、怖い怖いんだけど。降ってきちゃった。早い早い早い、足が速い。たたたた、今回出てくるお化け結構怖い。次の日、ちょっと待ってください。あの、一個やり忘れてました。音量をねマックスでやるってのやり忘れてました、すいません。 OK です。これで僕は多分本心丸出しだと思います。今日のおやつなんだろう。昨日の夜ご飯が気になるんだけど、俺的に何だったんだろう。お母さんのケーキがいいな。お母さんケーキ作れるのかお、お母さん来た。おかえり。え、何このさ、上に見上げる感じの、これ顔が変わるってこと。お母さん買い物に行ってくるから、まっすぐ帰るのよこれしか言わねえじゃん、お母さん。 DV してそうだな。てん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 、はてな。お母さん買い物バッグ、確かに買い物バッグがない。ちゃんと持ってるわよ。怖い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 。ほら、待て待て、さ、鳥肌が。今回ガチで怖いんだけど。え、怖い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 。早く帰りなさいね。はい、帰ります。やべやべやべ今回本当に怖い、なんかやばいかも。お母さんなんか変だったな。ご飯の用意大丈夫かな。ほんと心配になるわ。帰ったらおやつ食べよう。わ、おばあさん、おばあさんやめてください。マジびっくりするじゃないですか一回一回ね、呼吸が止まる。あ、なんか声する、なんか声がする。来るなよ来るなよ。
ねえ、これねえ、もうお化け出てこんくっていい。ホラーゲーだけど、いいや。次の日。はい、言っていきましょう。いやー怖いな、お母さんに会いたくないんだよね。夕べのご飯お父さんが作ってたな。お母さんどうしたのか。ここもうそろ来そう。お母さんやばいな、怖いんだけど。お母さんどうしたんだろう。それな、ほんと来るなよ、来るなよ。お母さん心配だな。お母さん、あ、来た。お母さん気づいてないし。え、気づいてよ今の。怖。あれ今お母さんいなかった。いたよ、いたよ。気のせいかな。なんか棒増えてるし。なにこれ、なにこれ、どういうこと、なにこの棒。お母さんおやつ用意してくれてるかな。どうだろう、いつも通りだといいな。それな、何も来るなよ。後ろからお母さん来るなよ。やめろよ、ランドセルだけ持ってけよ。何も来るな、来るな、来るな。オッケーオッケーオッケー。早い、次、次の日だ。もう来た。やばいやばいやばい、こうは進んでいこう。もうね、怖がってちゃね、終わんないんで。てん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 。お母さん、お母さんがやっぱね、病んでるとね嫌だよね。雨降ってきた。お母さんやめて、どこ行っちゃったの。え、まさかの家で、あれか、人妻になっちゃったのか。お母さんのご飯が食べたいよ。寂しいよ、かわいそうに。小学生の、お母さんいる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 よ。小学1年生なのにわかんないけど。今お母さんいたよ、俺はちゃんと見たからね。お母さんいるよ。あれ、お母さん、あれ何、あれなんかドクロのあれが見える。え、首がないパターンこれ。なんと次のやつが増えましたが、ここなんか切りいいんで一回ここで終わります。序章、わかんない、読み方がわからないけど、とりあえず次の異変はパート2にしたいと思います。まあ、こんな感じでね、シリーズに分かれてるっぽいんで、あ、エピソードごとで分かれてるっぽいんで、まあ、エピソードごとで出していこうと思います。では皆さん、また来てね。